あの人気作家の総発行部数50万部を誇る大ヒットコミック、ついに完全映像化。よっしゃ、高見先輩、もうライフ一つですね。こっからだよ。味噌汁で童貞。なあ啓太、お見合いするんだって。あ、そうなの。タイムリミット目前の彼に、あ、俺も本当に知らなかったんですって。嘘つけ。お見合い相手はまさかの超美人。タイプどころじゃねえよ、あれは女神だよ。佐藤さん、大丈夫ですか？班長、緊急事態です。お前にとやかく言われる筋合いねえんだよ、分かってんのかよ。何やってんの、やめてよ。真帆が電源切ってることなんてほとんどないのに。いいの、お姉ちゃん本当に。好きでいてくれるから好きになるの。例の結婚に前向きってことなのかな。恋に臆病な二人が踏み出すちょっとエッチな等身大婚活ラブストーリー、ハッピーネガティブマリッジ。